シュワレテスバーケン、前回の続きからプレイしていきましょう。作戦は無事なのかな。一応終わったところからですね。おお、どうしたこんなところで。英氏連中は休息を命じられたんじゃなかったのか。いや、ネズと一緒にこれから夕食の配給を受ける約束していて。ああ、妹さんか。こんな場所でなんだが水いらずってわけだな。まあそんなところです。正体を見極めるためにもできるだけ一緒にいる時間を増やした方がいい。とはいえだな。セミの方はいいんですか。ええ、まあ俺がいなくても下の連中が何とかする。正直なところな、国内の下手な基地より設備が立派なぐらいでだいぶ楽できてるんだわ。実際大したもんだぜ、アメリカ産の簡易式コンテナってのは。自慢して俺たちに売り込むつもりですかね。米軍が持ち込んだ簡易式コンテナ、戦時機の設備施設を丸ごと一式運搬できるようにしてやるって話でも呆れ返る話なんだが、めちゃくちゃいいな。それとも一個中隊分どころか数えるのも嫌になるほど展開されているってのはな。違いない、それこそ資本主義ってやつだな。うちの国が買い付けるとは思えないけどな。占領から半日程度、それも艦砲射撃を散々浴びせてから奪還。復旧した基地とは思えねえぐらいだよ。滑走路も完全に復旧していますからね。あれも穴だらけだったはずだろ。これが完璧に埋まってるんだよ。ベータの死骸だってあっただろうに、大したもんだ。まったくだ。東ドイツ軍は強化国家が下って、機動歩兵部隊に十分に行き渡っているかどうかだ。歩兵部隊に至っては重機すら足りずに人力で補っているありそうだからな。そもそも基地一つ修復するための物資なんて調達できるかどうかも怪しい。俺たちと西側の連中では設営能力にも天と地ほどの差があるわけだ。俺や班長だからまだ呆れる程度で済ませているが、上の連中は国力の違いをまざまざと見せつけられて今頃あやぞめているんじゃないか。しかもこれだけ余力がある連中の盾になっているのか。俺たちは。お待たせ、お兄ちゃん。うう、町人のお出ましか。それじゃあな。あ、はい。ごめんね、シャワー室が満杯で時間がかかっちゃって。気にすんな。てか、なんであなたまでいるんだよ。何よ、私がカティアやリーズと一緒にいちゃいけないっていうの。私だって女の子なんだから女の子同士で仲良くするわよね、リーズ、カティア。そうだよお兄ちゃん、今のはちょっとひどいよ。アネットさんだって立派な女の子なんだから。あのリーズ、そういう言い方されると私が普通の女の子じゃないように聞こえちゃうんだけど。お、何でもいいか、そろそろ行くぞ。ちょっと話は終わってないわよ。アイスイーナとグレーテルは司令部に出頭中。シルビアはファム以外とつるむはずもない。残りのメンツでこうして一緒に行動するのは不自然な話じゃない。いや、アネットの人気を使ってくれているのか。リーズがシタージの犬であることを疑っているのはアネットだって同じだろう。この場にいるのもカティアを守ろうとしていることなのかもしれない。それなら俺も自分の役割を果たすまでだ。そういえばリーズ、今日はカティアと同志注意をフォローしてくれてありがとうな。カティアが孤立した時はあったろう。あれはお前が助けられなければかなりヤバかった。そんな、私は自分の役目を果たしただけで。それにあの時私一瞬動けなくなっちゃって。自覚していたのか。疑われないようにするため行動の整合性を合わせてきたと考えることもできる。だがそれでも俺はリーズを厭ってやりたい。それが英氏として仲間として、そして兄としての務めだ。お前が俺たちの命を救ったことは変わりないさ。後悔があるならこれからの戦いで生かしていけばいい。うん、ありがとうお兄ちゃん。罪悪感なんて感じている場合じゃない。役目をこなせ、テオドール・エベルバッハ。だがお前が生き残ったのは純粋に運が良かったからだぜ。そこを犠牲にして機動性を確保している分、足を止めて殴り合いはリスクが高すぎる。二度とやるなとは言わないが、できるだけ避けろ。わかったな。うん、わかった。でもあれだよね、なんかこれから先というかの戦術機は大体機動性のために結構装甲を薄くしてるよな。接近戦を好むバカはアネット一人でいい。
時は助けていただいてありがとうございました。本当に感謝しています。そんな、私にとってはカティアちゃんも大事な仲間だよ。これからも私頑張るから、カティアちゃんもお兄ちゃんもよろしくね。はい。リーズを疑っているという罪悪感だけじゃないな。リーズに対して感じている不信が消化した反動で信頼が宿り始めている。そんなところか。命を助けられたんだから無理はないが、リーズが本当にシタージュの犬かどうか結論が出たわけでもない。お前たちの距離が縮むことは悪い話じゃないか。信じれば騙される。それもまた事実ではあるんだ。同志、同志、そこの同志諸君、ちょっと聞こえないの？そこの同志。なんだ？かぶってしまった。あら、ドイツ語通じないみたいね。ああ、そっか。ソ連の手下なんだから、ロシア語でタバリシと呼びかけないとダメなのかしら。ソ連の手下。俺たちのことをバカにしてるのか。ああ、かわいいね。なんかでも、あれだな。どっかの令嬢、元令嬢に似てるな。西ドイツの、ああ、少尉か。それにあの、部隊長、今日の戦闘で。第51戦術機構大隊、フッケバインだったか。俺たちに何か用か。あら、通じたの？よかった。ほら、赤っていつもバカの一つ覚えみたいに、どうしどうしって言うじゃない？だから、その方がわかりやすいかなって。社会主義と共産主義の違いもわからないのか？なんだこいつ。あれ？違うの？あなたたちって民主主義を否定して共産党の独裁を喜んで受け入れているんでしょ？共産党の党首が就任した時には、国民は総出で拍手しないと殺されるって聞いているけど。あんたね。やめろ、アネット。こいつが先に熱くなってくれてよかった。おかげで一瞬にして頭が冷えた。まあ、あるよな、そういうのな。バルタのおっさんにも指摘されたことだが、俺の欠点はいざという時の冷静さを保てないことだな。話があるならまず名前を名乗るのが筋だろう。お互い、全く知らない相手でもないみたいだしな。試されていると思え、これはいい機会だ。ドイツ連邦軍、第51戦術機構大隊フッケバイン、第二中隊のキルケシュタインホフ少尉よ。ドイツ民主共和国共和国軍第666戦術機中隊のテオドール・エーベルワッハだ。こいつは同僚のアネット・ホーゼンフェルト、二人とも階級は少尉だ。西ドイツ軍相手ならカティアのことは触れない方がいいな。こいつは目的とは思えないが、用心に越したことはない。あなたたちの部隊名は前から聞いてたわ。どうせプロパガンダだろうけど、東ドイツ最強の触れ込みで有名だもの。あんたね、さっきから喧嘩売ってんの？落ち着けばが。でも俺だってこのまま黙ってはいられない。こいつの態度は我慢ならない。日の連中に舐められたものとあっては、後でグレーデルに叱責されかねないしな。もう一度聞く、何のつもりだ？あら、せっかちさんね。せっかく助けてあげたのに、もう少しからかわせてくれないのかしら。からかう？あら、やだ、本音がポロリと。ごめんなさいね、翔さんの間違いよ。東ドイツは理想の国家だって聞いているから、私も褒めてあげようと思って。熱くなるな、落ち着け。頭に血を昇らせたら相手のペースにますますハマるだけだ。それにしても自分でも意外だ。愛国心のかけらもなく、むしろ祖国を憎んでいるさえ、いるとさえ思っていた自分が、それを馬鹿にされて憤りを感じているなんて。これも東ドイツ人としての、陰実ってやつか。俺の祖国がろくでもないことは十分にわかっている。これまで数多くの仲間を見捨ててきた俺に、そんなことを口にする資格がないってことも。だからって、あいつらが命をかけて守ろうとしてきたものが、部外者に馬鹿にされるのは腹が立つ。私たちに謝罪しなさい。は？この場で。今すぐ。何をだよ。無能な自分たちのせいで、あなたたちにご迷惑をおかけしてしまい、本当にすみませんでした。って、救助していただき感謝します。
でね、あなたたちを救い出すために私の中隊が必要のない損害を被ったのよ。元凶となったあなたたちが私たちに謝罪をするのは当然でしょ。なるほど。俺たちを通信するために相当無理をした様子だった。それが納得いかないってわけだ。だが浄化に不満を言うわけにもいかず、俺たちに絡んで憂さ晴らしをしようと。ほら、早く謝りなさいよ、クソ赤さんたち。俺たちを散々盾にしておいて、よくも言える。とんでもない物量を蓄えられたのも、それもこれまでの被害が少なかったのも、何もかも俺たちが代わりに犠牲になっていたからだろうが。どうして私たちが謝らないといけないのよ。こっちはあんたたちの砲撃で殺されかけたのよ。それわかってんの？あなたたちが勝手に西側の戦区に突っ込んだのが悪い。あのベータ軍は私たちだけで殲滅できたわ。あなたたちは無駄に動いて損害を拡大させただけでしょ。多少近接戦闘の腕があるからってベータに突っ込むしか脳がないあなたたちとは違うの。わかる？東ドイツはね、あんたたちの盾になって戦ってる。ベータが攻め寄せるたびに何人もが死んで、それを感謝しているわよ。東に生まれなくてよかったって神様に。あんた、そうやって自分たちだけが血を流していますっていう態度やめてくれる？派兵を制限しているのはあなたたちの国でしょうが。私たちだってバルト海や北欧での全言作戦を行っている。血を流しているのはあなたたちだけじゃない。確かに東ドイツじゃ国連軍の受け入れも制限されている。だがデータリングを接続しないまま他国の軍隊を受け入れたって事故が起こるだけだ。それは今日学んだ。私たちは5年前のパレオロゴス作戦が東のせいで大敗に終わったことを忘れてはいない。あの戦いで欧州連合軍は兵力を大きく失った。ここまで戦況を悪化させたのは他根もないあなたたちであることを忘れてほしくない。それは私たちのセリフよ。ポーランドを捨てて逃げ出したくせに。戦力再編のための交代よ。あれ以上戦力を損耗していたら欧州連合軍は再起不能となっていたわ。今こうして私たちが再びポーランドの地を踏むことができているのもそのおかげじゃない。西の判断は間違いじゃない。おかしいのはあんたたち東よ。そんなのただのへりくつじゃない。誰だってわかってるはず。私たちが一番多く血を流して欧州を支えてるって。何か勘違いしているらしいけど、もしかして自分たちが周囲の国から好意的な目で見られているとでも思っているの？確かにベータに対する盾になっているのは事実かもしれない。でもだからといってこの後に及んで孤立を望むような犯罪国家に無理やり手を差し伸べるお人よしなんていない。犯罪国家？私たちが？ベルリンの壁で西ベルリンの市民を孤立させたのも、西にスパイを送り込んで軍や政府を混乱させているのも、数えきれないほどの一般市民を拉致誘拐しているのも、西側への亡命を希望する者たちを国境線で殺害しているのも、ドイツ赤軍を利用してテロを起こしているのも、みんなあなたたちがやっていること、あなたたちが望んで行っていることでしょ。東欧からの難民たちは強制労働で酷使されているし、戦前に金持ちだったとかいうわけのわからない理由でユンカーも迫害しているって話よね。ベルリンの壁や亡命者狩りの話はともかく、西ドイツの拉致とドイツ赤軍とは何だ。西ドイツ国内にも共産系テロ組織ぐらいはあるだろうから、実はそれを下地が操ってるとか。盾になっているからって都合の悪いことを無視して都合のいいことばかりを強調するのは調子が良すぎると思わない？それはあなたたちは私たちの、いいえ、世界中の信用を失っているのよ。
東で見えている現実と西から見た現実、その相違こそドイツ統一を阻むもの。これが現実か。多分アリス・イーナは西側に俺たちがどう思われているのか知っていたんだな。そして多分カティアは善意から俺にその話をしなかった。守るつもりでいたのに守られていたのは俺ってことか。情けないがこれで理解できた。そうでなければ祖国を失う東ドイツの人々に希望と誇りを与えるなんてことをアリス・イーナがこだわりしない。この先東ドイツが崩壊し、ただ絶望しかない状況で西に逃げた人々が東ドイツへの反感を直接受け止めること、東ドイツへの反感を直接受け止めることになれば、あとは西側の言いなりに奴隷になるしかなくなる。共産主義者と罵るこいつが東ドイツの複雑な内情を知るはずもなく、俺たちを下地とドイツしてるのも当然か。かといって腹が立つことに変わりはないし、ここで反応しなければ連中の言い分を認めることになっちまう。それが万一でも政治証拠に伝わるのはまずい。政治証拠や下地の犬どもから身を守るためには手を打つ必要があるか。わかった。今日だけは特別に謝罪してやる。悪かった。ちょっとテオドール、ふん、思ったより素直。ただし謝罪するのはあんたたちの要求を受けるかどうかっていう問題に俺の仲間が政治的な話題を混ぜちまったことだけだ。どういうこと？そうじゃないのか。問題は今日の戦いで起こったトラブルに対しあんたの要求を受けて謝罪するか否かだけだったはずだろう。話をややこしくしたのは俺たちの非だ。だからその点を謝る。アイリス・イーナに比べたら詭弁の、まあでもそれでもな、そういう返しができんのはいいんじゃない。俺自身アネタが爆発してくれなければ同じ失敗していた。現に同じことを考えていた。俺たちを盾にしている連中が何を好きかって言ってるんだと。だがこいつの話を聞いてみた今ならある一定のラインで頭を下げるくらい何ともない。こんなところで政治討論なんざ俺たちにとって百害あって一理なしだぜ。お前ら揃って人を意外そうに見るなよ。西ドイツの連中には言論の自由とやらがあるだろうが、俺たちはそうも言ってられないだろう。であれば引くべきところは引き、つけるべきところはつけ、さっさと会話を終わらせる。それが一番正しい。そもそもそうした話は親さんたちが協議すべきもので、俺たち現場レベルが謝罪したって意味がないだろう。俺たちには俺たちの見解があるし、あんたたちにはあんたたちの立場がある。それはわかる。だが俺は東ドイツを代表してるわけじゃないし、あんたたちだって西ドイツを代表してるわけでもない。本当に謝罪が欲しければ俺たちじゃなく WTO 軍司令部にも言ってくれ。上が謝れって言うならいくらだって頭を下げてるさ。こんなところでどうだ。偉そうに言ってくれるわね。いざとなったらこっちに逃げ込むつもりのくせに。あなたたちを見ていると本当に哀れに見えてくる。プライドの高さゆえに頭の一つも下げられないその姿。現実が見えていないだけかしら。なんだ、こっちが妥協点を提示してやったのにそれも理解できないほどのバカなのか。だったら大ごとにしてやるか。こっちにはへりくせで他人を言いまかすことに人生をかけてる政治将校だっているんだぜ。もうやめてください。お願いですから、そんなことで言い争いをするのはやめてください。しまった、こいつの前で東西ベルリンが対立する様なんか見せるべきじゃなかった。そんなこと、あなたたちが難民になっていつ西になだれ込んでくるか、こちらは戦々恐々としているのよ。それを今ここでそれを言い争って何になるんですか。もっとやるべきことがあるはずです。確かにあなたの言っていることは正しいのかもしれませんけど、今やるべきことは正しさの比較じゃなくて、どうすれば良い結果を導けるのかを話し合うことなんじゃないですか。今のあなたは自分の正義をぶつけることで鬱憤を晴らそうとしているだけです。本当に損害を減らしたいなら、そんなことで言い争いをしても意味がないじゃないですか。この戦いに携わる人なら、亡くなった人たちから託された思いがあるはずです。その思いを
踏みにじらないでください。カーティア、これまでだったら表面上の理想論だけ並べ立てていただろうに、事実を受け入れた上で己の意見を主張か。だからといってちょっとひるんだ。はい、そうですかと納得できるはずない。いや、そのあたりが落としどころだぜ。ムキムキだはい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。